ペルトンペルトンはアトランティス大陸に住んでいたとされる会長の一種。地中海でも目撃されたという。鳥の胴体と翼、オスの鹿の頭と足を持った姿をしている。自身の影を持っていないが、光を浴びると人間の形の影ができる。故郷から離れた場所で生き耐えた旅人の例だとも言われる。ペルトンは人間一人を殺すと、 自身の本来の影を取り戻すことができるために人間を狙っているという。影を得れば、また影がなくなるまで人は襲わない。群れで人間に襲いかかるとされている。ベルトンに関して言及している最古の文献は、ゴルヘルイス・ボルヘスの現住辞典である。執筆にあたって、ボルヘスはフェズ出身のラビという人物が表した論文を、 出典としたが、その論文はすでに散逸している。ラビの論文は、アラビアの著述家による著作を出典として、編集されているが、こちらの出典もアレキサンドリア図書館の火災で、消失してしまった。ボルヘスは著作の中で、カルタゴに出生したスキピオたちがペルトンに襲われた物語を、掲載しているが、ペルトンの虚実については、漠然とした部分が多い。ありがとうございます。